南海ビルディングは大阪市中央区南場にあるターミナルビル。大阪市街の南玄関である南海電気鉄道南馬駅に併設されたターミナルビルで大阪市のメインストリートである御堂筋の南端に位置する。乳白色のタイルによるコリント様式の近代建築。久野節の設計、大林組の施行で1932年に竣工した。 シュテナントの高島屋大阪店は、同社の陶器場の本店である。開業時は、南海鉄道との提携で、南海、高島屋と呼称し、日本の百貨店では初めて冷暖房を完備していた。1972年から1980年にかけて行われた改装工事により駅舎は南側に移動し、現在は百貨店のみとなっている。 この改装時に伊藤次郎により描かれた南海沿線の祭りをモチーフとしたモザイク壁画が正面の日差しの下にあしらわれている。2010年7月23日に地域のシンボル的存在として大阪市都市景観資源に登録され、2011年1月26日には国の登録有形文化財に登録された。また、 生きた建築ミュージアム大阪セレクションに選定された。美装化前の南海ビルディング2007年5月14日に南海電鉄は南馬駅周辺の再生計画を発表し、10月から同駅の改良工事を実施してきた。同時に高島屋では既存ビルの東側、南山通りに面して建っている同社の事務施設5棟を 取り壊し、手管を増築し、既存の本館と一体となった、新本館として、再構築した。東ビルにおいても、外装タイルの補修、高島や、南バシティ、南バパークスに接続する通路の新設、移設、耐震補強などの工事が行われ、2009年9月17日には、外装リニューアルが完成した。工事中の仮囲いには、 南海の全駅名が書かれたユニークなものが用いられた。東ビルと南海電鉄南媒機の間の空間には、1978年に三菱重工業により製造された N、I ロケットと同型の原寸大模型が置かれ、ロケット広場として長年親しまれていたが、2007年8月10日から23日にかけてロケットを撤去して再整備を行い、 室内武器抜け空間全体をナンバガレリア旧ロケット広場をガレリアコートとして2009年10月16日にオープンした。ビル上部の駅本屋側には駅の開業、南海ビルディングの竣工リニューアル工事の記録が刻まれている。2010年3月2日の高島屋増床第一期開業時には隣接するナンバパークスもリニューアルを行った。 同年9月1日に改装第2期部分が開業した。2011年3月3日に高島屋が全館グランドオープンし、4月下旬に高架下のナンバシティもリニューアルオープンした。2010年7月現在。ありがとうございます。